ゴールキーパーのヘナです、シュートストップがいいです。背番号34番ゴールキーパーの内藤智之です。大きな声で守備陣をまとめるのが得意です。背番号5番清水潤です。ポジションはディフェンダーです。チームの勝利のために一生懸命走ります。背番号13番ディフェンダーの大原貴弘です。とアピールポイントは左足のキックとヘディングです。ミッドフィルダー村岡拓也です。得意なプレーは柔軟なボールタッチです。杉野健太です。ポジションはディフェンダーです。自分の得意なプレーは、カバーリングとキックタッチ能力です。ディフェンダーの小峰拓也です。得意なプレーは縦へのスピードです。背番号6番ミッドフィルダーの鴨下隆です。得意なプレーは最後まで落ちない運動量です。背番号8番石堂和也です。ポジションはミッドフィルダーです。得意としているプレーは左足のキックの精度です。背番号10番キムコンジョンです。アピールポイントは左足の精度です。背番号18番、ミッドフィルダー猪狩勇樹です。スピードに乗ったドリブルと裏へ抜ける動きが得意です。安藤明です。ポジションはミッドフィルダーです。得意なプレーはボールを奪うプレーです。橋本拓人です。ポジションはミッドフィルダーです。得意なプレーはチームのバランスを取ることです。背番号9番小林です。得意なプレーはヘディングです。11番フォワードの久野純也です。自分の持ち味はスピードに乗ったドリブルです。キムホンヨンです。ポジションはフォワードです。自分の得意なプレーは体の強さを生かした、キープ力と、ゴールを奪いに行くプレーです。髪の毛、お腹、背中、お尻、頭うん、サッカーがコーチとできて嬉しかった。いろんなコーチとできて嬉しかった。子供たちの元気な笑顔にやっぱ刺激もらってまた頑張ろうって気持ちになります。僕もやっぱ子供元気なんで、その元気がやっぱ力になると思います。残りのホームの試合全部勝つぞ。おー、福島を盛り上げるぞ。おう、行くぞ。あー